皆さんこんにちは、 NNC のエレジです。ヨシエです。レイコです。はい、というわけで今日の企画はジブリで一言東村山大喜利。というわけで、まあ、どういう企画かと言いますと、ジブリってあるじゃないですか。あります、ね、はい、早尾宮崎の作品ですか。そうです世界の早尾宮崎の作品なんですけど、ね、はいはい、そのジブリが画像を自由に、常識の範囲内で自由に使っていいですよっていうやつを出したんですよ。で、まあちょっとそれで東村山にも撮れそうな画像も何枚かあるので、まあ、それでちょっと東村山らしい画像を探していこうじゃないかという、お、早速企画の方に入っていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。 Here we go。はい、というわけで最初はこの画像ですね。なるほど、はい、この画像でなんか東村山っぽい一言を考えてください。あ、わかりました、はい、うわ、結構難しくないこれ、うん、これはかぐや姫の物語ですかね。そうですね、そうですよね。はい、そうです。あ、ピックシャはピックシャ僕です。レイコシ結構ランダムに選んじゃってますよ。あ、うんうん、一緒です。むずくね。どうしようかな。うわ、どうしよう、これむずいね。どこ切り取るかですよね。はい、じゃあ行きます。はい、ハチコビ山にて画像の右下に、なるほどね、テロップで、ね、郷土博物館とかにある。あ、それは面白い。あ、なるほどね。あ、そ間違えた、ひどいな。じゃあごめんごめん、その考えはなかったっていう、あの、あれだった。はいはいはい、じゃあ、はい、どうぞどうぞどうぞ。はい、どこっちに見てないの、うん、東の育児スタートこれスタートこれ、タケノコの中で育てるっていうのが最初。そうそう、このなんか後ろ緑のやつが東かなという。マジ、え、これ欅の木の元ってことじゃん。東専用のタケノコってこと。そうそういうこと、もう東ヘアってことなんだ、うん、あ、なるほど、そこまで、ね、やばい、それは天才的すぎる。そう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 、やばい、この後に出すのやだ。そこ、いきます。はいはい、昔々東村山のどこかにおじいさんとおばあさんが住んでいましたという始まりから。あ、そうですよね。最初スタンダードに行こうかなと思って、はい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 、これが一番最初に出すべきやつだ。本人的には、まあ、一番頭のやつ。そうそう、一番頭のやつ。やっぱ瞬発力が足りなかった。いや、続いての方はこちらです。あ、なるほどね、なるほどね。やばい、瞬発力の戦いだ。はい、じゃあ、はい、はいはい、東村山山中あ、なるほど、なるほどね、なるほど、そういうことね。あれね、中集まったのね、はい、うわ、それ面白い、めっちゃいいわ、それ。うわ、やばい、ちょっと待って、瞬発力めちゃくちゃやばいやばい。はい、行きまーす行きまーす。東村山にスタバが欲しいものは挙手。意外とね、あるあるです、あるあるですね。ちょっとダメだ、山中にはかなわない。これ思いついたら2周目行っていいよ。2周目行っていい。うわ、でもこれどうしようかな。はいはいはい、どうぞ。はい、行きまーす。はい、東はふなっしーのパクリ。難しい難しいね。むずいわ、これめちゃくちゃしらけてたらどうして、あの、見てる方いますか。そういう動画にしようも。そう、では続いてこれです。はい、あ、なるほどなるほど。あ、
あの東山市民の人なら一度は経験があるであろう、はいはいはい、キツ深夜キツ乗り換え、あ、もうじゃん、ね、人混みをね、すり抜けるもうじゃん、はいはい、行きますね、はい、ワンズタワーのドレスコードだ、これ絶対これで入居しなきゃいけないっていう決まりね。コープも対象？コープは対象じゃない、コープ入居者限定、そうだ、ね、こんな格好しなきゃいけないっていう、はいはい、西村山ちょっと待って西村山の方が宗教が強くない？ちょっともう異世界ってことです、もうこれは、ね、はい、そういうこと、確かに、いや、実はありそうで、ない世界、あーあー、すごいすごい、千と千にかかってる、いやいや、そうそう、深いのよ、これは神隠しにあったら西村山に行っちゃうっていうね、そうそうそう、そういうことですね、やば、大喜利とかじゃないですか、深淵なテーマだから、はい、というわけで、いかがだったでしょうか。まあね、ちょっとめちゃくちゃ大喜利が難しいっていうのもあるんですけど、見てる人いますか、ちなみにここまでそこまでたどり着いてる人がお付き合いいただきありがとうございます。プレゼント企画のもするここまでそうそうそうはい、というわけで、あのジブリでいろんな画像上がってるので、皆さんももしよかったらいろいろ考えてみてください、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイよー。